ネット式かっこいいわのご検討中の皆さん、今日は全部話しますよ。こんにちは。かっこいいわのの開発でストレスが溜まりまくったお耳の恋人太田です。今年に入ってから、かっこいいわのの動画を出しまくって、皆さんとてもいい反応でしたね。かなり驚いたと思います。まあ、しかしですね、言うほど注文は来てません。もう本当片手でですね、数える程度の注文しか来てないので、ただ購入されたところではもうすでに、捕獲実績があるようです。今回は気になって仕方のない方向けにですね、かっこいいわなのネット式かっこいいわなのメリット、そしてデメリットを、お伝えしていきたいと思います。太田製作所では狩猟駆除用の罠を販売しております。当チャンネルでは、太田製作所の販売する罠を分かりやすく面白く伝えるチャンネルです。これからイノシシをたくさん捕まえて猟を楽しみたい方、イノシシに畑を荒らされて駆除したい方、私の声を聞きながら心地よく眠りたい方向けの動画です。ぜひ動画が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録や高評価をしていただけるとですね、まだ太田製作所のことを知らない方に動画が届きやすくなりますので、ぜひご協力をよろしくお願いします。はい、では早速なんですけど、かっこいいわのメリットですね。ネット式かっこいいわなの一番いいところはやっぱり警戒心が薄いところです。箱罠でもくくり罠でも捕まらない隠し子イノシシが、このかっこいい罠だと簡単に捕まりました。3年前ぐらいからですね、ずっと箱罠でなかなか捕まらなかった、通称クビアちゃんという、こういうちょっと写真がありますけど、通称クビアちゃんといってですね、地域の箱罠の入り口だけ食べて、まあそこに、まあ、5箇所ぐらい置いてるんですかね、その地域に。そこのですね、まあ、餌をやると、まあ、A 地点の入り口だけ食べ、B 地点の入り口だけ食べ、C 地点の入り口だけ食べという、もうずっとですね、こう、まあ、賢い、まあそうやってずっと3年間育ててきたというか、もう家畜化してしまったイノシシがいたんですけど、そこにかっこいい罠を置いたらですね、なんと3週間で捕獲できました。本当、首輪って言ってですね、まあ、ノリ網に幼少期に首を突っ込んで、まあ、ノリ網をちぎって、こういう首がこうシュッとなっているイノシシがいるんですけど、まあ、その地域でこの大きさっていうのは、まあ、こいつだけだったので、まあ、その首輪ちゃんがなんと3年間かかった、箱罠で3年間捕まなかったものがなんと3週間で捕まったと。まあ、囲い罠を知らないイノシシを簡単に捕まえることができると、まさかこれが罠だとは思ってなかったみたいな感じだと思います。本当かっこいいような警戒心が薄いのでですね、大量に捕獲ができたりとか、大きいイノシシが複数頭捕まるっていうのは箱罠では考えられなかった捕獲ができているのかなと思います。例えばメスの親3頭、子供6頭がまとめて9頭入る箱罠なんて見たことがないと思います。他にもオス、メス、オス、子供3頭とかですね、でかいオス、でかいメス、中型のメスということもありました。こういうものは間違いなく箱罠では捕まらないと思います。まあ、メリットというか考え方としては、100頭のイノシシがいて、まあ、50頭は簡単な箱罠で捕まる、箱罠で捕まらない賢いイノシシはくくり罠で30頭捕まえる、そして残りの20頭は犬猟とか寿命を待つしかないと言ったところだと思うんですけど、犬猟はですね、とてもハードルが高いと思います。まず銃を持たなくちゃいけないとか、犬を育てるですね、あと仲間が必要、仲間が行ったりとかですね、もうかなり、まあ、自分も大丈夫かなっていう、そこで結構警戒してたんですけど、まあ犬猟だとハードルが高いので、箱罠でもくくり罠でも捕まらないスーパーイノシシが囲い罠だと捕まるというイメージを持っていただけると分かりやすいかなと思います。まあかっこいい罠、かっこいい罠といってもですね、まあ本当鉄柵でできたようなかっこいい罠だとやっぱりなかなか入りませんけど、まさかこれが罠だと思ってなかったっていう風に入ってくるので、まあ賢いイノシシが捕まりやすいのかなと思います。と考え方としては、このかっこいい罠があれば正直箱罠もくくり罠もいらないので、かっこいい罠さえ設置していれば、まあ、くくり罠より楽なのかなっていう印象です。次のメリットとしては、このかっこいい罠はかっこいい罠なのにとても移動が楽なんです。単管パイプさえ打ち込んでおけば、そのネットを外して他の単管パイプを打ち込んでいるところにこうかけるだけなので、箱罠より軽いですね。箱罠大体、まあ、うちの箱罠でもだいぶ軽くて60キロぐらいなんですけど、まあそれで60キロですね。で60キロだけど、かっこいい罠はネットだけで30キロもないので、箱罠より軽くて、くくり罠よりも設置が早くできるという感じです。例えばくくり罠も多分早い人で10分とか埋めるのにかかると思うんですけど、かっこいい罠は特に匂いも気にしなくていいので、持ってって、まあ、立って作業してはめるっていう楽さも速さもかっこいい罠の方が早いといったイメージです。
なのでその囲い罠をイノシシが来ているところだけかけて、まあ来なくなったら、まあ次のところに回すとかですね。まあ劣化しないために回収するっていうのも手かもしれないので、まあ1枚のネットさえあれば何箇所でも稼働できます。そういったところが囲い罠のメリットですね。これは多分ホームページなので、やっぱり私たちの メーカーとして販売する、こんなにいいよっていうメリットっていうのはかなり発信してるんですけど、今度はデメリット。やっぱり配信していこうかなと思います。なんでデメリットを配信するかっていうと、もちろんいいとこばっかりじゃなくて、やっぱりこんなことがあるよ、まあもしかしたらそんなことはこういうふうに解決できるよっていうアドバイスをいただけるのかなと思ったので、まあまだまだ試験は1年以上やってるんですけど、その囲い罠を皆さんでさらによくより良くしていきたいなと思っております。いや、デメリットですね。デメリットは何といっても場所が必要です。設置の動画をご覧になられた方はいると思うんですけど、中心からですね、だいたい半径5メートルは段差とか石とか切り株とかがないような平らなところに設置しなくてはいけません。最終撤収するときに重機とかがですね、横付けできたり、まあ近くまで車が行けるようにしておかないと、餌やりとか、捕まえた後のイノシシの回収が大変です。ほとんど私は横付けできるようにしてるんですけど、ちょっと一段下がったようなところで一度100キロのオスっていうのがかかって、かなり回収するのが大変でした。もちろんくくり穴でも一緒だと思うんですけど、せっかくならそういう広い場所で厳選して設置した方がいいのかなと思います。ちょっとデメリットからちょっと飛ぶんですけど、まあこれまで20本ぐらい囲い穴の動画を上げてきたので、そこにですねコメント欄にたくさん質問いただいていたので、まあちょっとまとめて紹介していきたいなと思います。値段はいくらですかっていうことで、価格は22万円税込みです。設置を手伝ってほしいなどは私が行きますので、まあそういうもろもろ費用を含めて11万円、または別に交通費がかかります。まあそういう資材とか全部持っていくっていう予定です。まあもし設置された時にですね、いろいろまとめて設置しに行きたいので、例えば大阪、和歌山、あの辺はどこですか？奈良とか。まあそういうところが3カ所ぐらい集まったら行くっていう感じで、まあちょっと何ヶ月か設置してほしいって言われたら待っていただくという感じになってくると思います。はい、設置方法はどんな風にするんですかということで、まあ、動画を見られた方は分かられると思うんですけど、単管パイプを使用します。その詳しく分かりやすい動画はですね、こちらをご覧ください。有料級囲い罠の設置方法を解説しますということで、この動画を押していただくと、まあ一番、分かりやすい動画を、見ることができます。これさえ見れば、まあ設置できるかなと思いますので、あとはいろんな資材とかは、まあ動画中に出てくるものをご参照ください。続きまして、耐久性はどれくらいですかということで、正直なところ、大型の、オスイノシシがかかると次の日は破られる可能性があります。で、メスのイノシシだとそんなことはないんですけど、やっぱりオスの牙が厄介ですね。あれでこう、シュパッと切るのか。引っ掛けてですね、歯に引っかかってこう後ろに引っ張ったりすると破られたりします。さっき、100キロのイノシシがかかったということを言ったんですけど、まあ私はその時ですね、もう間違いなくちょっとこいつはその前日に破られて、まあ、ちょっと補強はしたんですけど、また次の日入ったんですよね。もうこいつはもうこんなの罠じゃないぐらいな感じで、まあ、ここに餌があるからただ来たよぐらいな感じのイノシシだったので、まあ入って、まあ、特に補強もしてなかったのでこいつはやられるなと思ったので、まあ夜のうちにちょっとナイフでやりに行ったんですけど、まあ、それから、まあ、ネットの、修復というか改良をして、破られなくなっておりますが、正直こういうでかいオスがかかると、まあ、厄介なので、まあ、なるだけその次の日の朝には行くようにしていただけると、イノシのためというか、まあ、ネットのためですね。こんな高いネットをすぐ破られるわけにはいかないと思うので、なるだけ早く行ってください。次はですね、どんなところに設置した方がいいですかということで、なるだけ平らで硬いところがいいです。目安としてですね、皆さんの軽トラは四駆だと思うんですけど、肉の車でも走れるような硬さですね。例えばうちの軽があるんですよ、まあ、ミラみたいな肉の軽、すごい安い軽があるんですけど、まあ、それが入ってもそれだけで出れるぐらいの地盤の硬さが必要かなと思います。いろんな場所に設置してるんですよね。建設会社の土場というか、そういうところはやっぱりこう重機が踏み固めてるので結構硬いです。そういうところでは潜ったりはしなかったんですけど、嬉野の例で言うと、まあ、元々た耕作放棄地の田んぼとかですね、茶畑っていうのは結構柔らかいというか、やっぱり畑だったのでイノシシは掘りやすいんですよね。そういうところに設置したりすると、やっぱりその柔らかい分、なんかイノシシのこう体重がかかりやすいのか、結構そういうところ破かれようとしていました。まあ実際に破かれたところもあるんですけど、まあ、それはネットを改良して今はなくなりましたが、まあ、そういう風な感じなので、なるだけ硬いところが
いいですね。さっき言ったんですけど、まあ、重機で鳴らして盛り土したようなところっていうのはちょっと柔らかくて網の上からこう掘ろうとしてですね、破かれたりしてました。また、斜面に設置すると、まあ、ネットの上もこういう風になってるんですけど、まあ、こういう風にこう加速してこう飛びやすくなるんじゃないかなということで、まあ、なるだけ平らなところですね。でこう斜めになってるところだとやっぱりこうあいつらの勢いがつきやすいのがですね、結構この辺を集中して破こうという風な動きになってましたね。なので、まあ、こういうところを固くするとかですね、しないといけないかなと。あと、石が多いところもダメですね。これはネットの構造が悪いのかなと思って、別のネットをですね、張り替えて、下から潜って逃げてたんですよね。で、やっぱりこう、石があると、そこに、なんかこう、めくれ上がってるのか、こう、入って逃げようとするんですよ。カメラで撮影していて、もう明らかにネットから潜って逃げてたんですよね。そこはもうなんかこう石、グリ石って言って、まあこう拳以上の大きさの石がたくさんあって、なんかその上にネットがあると、やっぱりそういうところが隙間から逃げて、で、このネットの作りが悪いのかなと思って、そのネットを外して別のネットを被せたんですけど、そのネットでも逃げられて、このネットを外してまた別のネットをつけたんですけど、それでも逃げられたんですよ。これはこのネットの作りが悪いのかなと思ってたんですけど、そのネットを別のちゃんとしたところに設置したら、そこでは捕獲できたんですよ。そうか、じゃあこっちの場所では逃げられないけど、こっちの場所だと逃げられたっていうことが分かったので、もう明らかにこの地形では無理なんだっていうことが分かりました。なのでそうやって逃げられるっていうところはもう地形が悪いので、石を取るかもう場所を変えるかしかないと思います。なのでどうしても調整して逃げられるようなところはもう囲いはな、もうその単管を抜いて別のところに設置した方がいいと思います。はい。で、餌は何を使ってますかっていう、いつも箱罠でも聞かれると思うんですけど、まあ、餌は基本米ぬかのみを使用しています。で、本当はですね、砂糖とか塩、あとお好み焼きソースを混ぜたりする方がいいとは思いますが、手間になるのと、ここ数年は米ぬかだけ入れているので、餌の品質もですけど、まあ、定期的な餌やりが一番効果的なようですね。あと佐賀県は米とか麦の産地なので、知り合いの農家からもらったクズ麦とかクズ米を入れることもあります。たまたまなんですけど、その麦ってクズ麦ですね、クズ麦を入れると、そのクズ麦ってまあ冬は秋くらいに撒くとですね、その麦が成長するんですよ。だいたい佐賀県に来たことがある人はわかると思うんですけど、だいたい1月ぐらいになるとこう真っ青の芝みたいな感じになってるんですよね。それは青汁とか飲まれる人たちはわかると思うんですけど、大麦若葉っていうのは、大麦ですね、麦の若葉を摘んで食べるんですよ。で、麦を秋に撒くと、その麦が1月ぐらいに食べれる新芽になるんですよね。で、その新芽を今度はイノシが食べるんですよ。まあ食べ、え、イノシって草食うのって思うかもしれないんですけど、まあ実際かっこいいようなで、大麦若葉というか、若葉を食べてるところがあったので、結構秋に麦を撒くと、秋はそういう風に、まあ麦として食べる。冬は、冬から春にかけてですね、は若葉として食べる。で、春になると、今度はそこから麦ができるので、麦を食べるっていうことですごく管理がしやすいというか、なんなら餌を入れなくても餌が勝手に育ってくるみたいな感じになって、なってたので、結構クズ麦って手に入るのであれば、餌的にはかなり効果的なのかなと思うので、ぜひクズ麦とか、まあ、クズ米もいいのかな、クズ米とか、まあ、もみですね、種もみとかをもらうとそれがまあ若葉になるので、まあ、餌として悪くないのかなと思います。鮮度が悪くなるっていうことはなくて、現状維持、なんならもっと良くなるんじゃないかなっていう感じなので、まあそういう餌を使ってみるのも手かなと思います。その囲い罠の例で言うと、囲い罠って入らないともう完全に餌が食べれないわけなんですよね。ネットの下とかに、餌を撒いておくと、そこだけやっぱり食べてこう後ずさりしたりとかあったので、さっき警戒心が薄いって言ったんですけど、まあちょっと慣れてくるとそういうことにするので、まあなるだけ囲い罠の中心に餌を置いて、入ってから食べるっていうふうに。まあ最初は米ぬかとかで、誘引するんですけど、まあなんなら米ぬかがなくなって、もみ殻とか、米作ってる人だとわかるんですけど、もみすりすると、なんかいろんな粉が出る。あれも米ぬかではないけど、米ぬかでもない、もみ殻でもないような、なんかこう、粉ができるんですよね。その粉だけ入れといて、なんなら捕まえたこともある。多分、匂いがするんでしょうね。まさかこう、一袋入れて入った、こいつらが入ったのにまさか餌じゃなかったっていう時は、まあすごい暴れると思うんですけど、ネットは大丈夫でした。その時は。その時6頭捕まえましたね。はい。はい。一番よく来る質問。銃は必要ですか？もう銃は絶対必要です。銃を持たないスタッフが行けるようにとですね、私も、まあ、こうやってやるんだと思って、お前ら見とけよっていう気持ちで
まあ槍ですね、階段の手すりみたいなしっかりした絵というか棒に先端にナイフをつけていったんですけど、まあ大変でしたねまあこうネットがこう切れるんじゃないかっていうちょっと心配もあったりとか、自衛隊の人は分かるんですけど、銃剣道みたいな感じでこうやってつくのがすごく大変で、しかもタイミングも合わせなくちゃいけないし、大きいイノシシは向かってきてなんとかなるんですけど、小さいイノシシはもう入らないと戦えないみたいな、バットじゃないとダメみたいな感じになってくるので、まあ、銃が絶対必須ですね。まあその入る時になかなか向かってこなくて、入る時にこうネットを外さなくちゃいけないんですね。その時にまあなんかこうトラブルがあったりするといけないので、なるだけ銃を使うようにします。まあ、また銃の話はまた後半で話しますので、次の質問に行きたいと思います。で、カメラはどんなものを使ってますかっていう、まあ、このカメラについてもですね、すごくあの問い合わせがあるんですけど、まあ、私は通信用のカメラを持っています。まあ、これをですね、過信しすぎるといけないんですよ。で、入ってるのに通知が来ないとかはですね、もう最悪ですよね。で、まあこれが新しく、カメラが新しくなってるんですね。今私が使ってるのはもう3年、4年ぐらい前のカメラなんですけど、もうだいぶまあ性能が良くなってるみたいですね。なんかこう、物によっては2日間で電池が切れたりとか、なんか昼しか通信が来ないとか、なんか結構不具合があるので、まあ正直これはあんまおすすめしないです。確か私が買った時は4万ぐらいだったと思うんですよね。で、なんか結構バージョンが上がっていくにつれて、なんかそのカメラ自体の販売価格が高くなってて、まあ、最低6万出さないと買えないみたいな感じになっていると思います。まあ正直そのカメラを私が全部更新するかって言ったら多分更新しないですね。ちょっとこれはあんまりだと思います。それよりいいのがですね、家の Wi-Fi で使える見守りカメラですね。外で防犯カメラとして使えるものがあるんですけど、それはソーラーでも充電できるし、家の Wi-Fi を使うので通信料もかかりません。まあ一番いい設置事例としては Wi-Fi のつながっている家の横の畑に設置するっていうのが一番おすすめです。で、見守りカメラとかですね、防犯カメラを24時間監視できるようにしておけばですね、夕方餌の状況を見て、まあ夜通知が来るようにしてもいいんですけど、大体もう本当夜中に来るので、多分全然寝てると思うので、まあ24時間監視すれば、まあ朝餌の状況を見る。で、朝起きた時に、餌がどれくらい減っているかと、もし減ってたら多分もうカメラに録画できているので、夜間のカメラの状況を見て何と起きているとか、まあ大きいか小さいかとかですね、それによってまあ他からネットを持ってきて設置するっていうのがいいのかなと思います。で、最初に説明した通信カメラはですね、 Wi-Fi のないところでも使えるんですけど、毎月1台あたり300円ぐらい通信料がかかります。で、重量課金制なので、たくさん写真を送ったりすると高くなると思います。で、私はですね、そのカメラを18台ぐらい持ってるんですけど、まあ、毎月そのカメラの請求というか通信費ですね、だいたい6000円ぐらい請求が来てます。まあまあまあ厄介ですねまあ例えば、まあ壊れて、そのカメラがですね、ちょっと壊れて修理に出そうとして、もうですね、まあ、毎月その SIM を持ってるだけで300円かかるんですよね。その間解約っていうこともできるんですけど、まあ、3ヶ月後で帰ってくると、まあなんか解約手数料、解約するときに500円かかって、また再開するときになんか1000円とかかったりするんですよ。なので契約を止めるとか再開するにも、まあ結構判断がいるので、どうしようかなっていうふうになってくると思います。あとですね、全部事後報告でこう写真が送られてくるので、あ、1時間前に来てたとか、連続して写真が来ないので、イノシシの後ろにイノシシがいるとかわからないんですよね。で、結構暗くてわかりにくいので、写真が1枚だけだと、これはイノシシなのか他の動物なのかっていうのは判断がなかなか難しいです。向こう向いてたりするとですね、こう横向いてたりすると鼻とかが映っていいんですけど、角度によってはこれはイノシシなのかな、どんな動きをしているのかなっていうのは結構わかりにくいです。で、Wi-Fi の防犯カメラのメリットっていうのはアプリで見れるので、まあ何か動いたら通知。まあ私の場合は携帯にも通知が来るし、まあ Apple Watch にも通知が来て、ピンと何かこうカメラが作動しました。アプリで通知が来ます。なので、時間があれば、お、今来てるねとか、まあすぐ入ったらすぐ行けるねっていうのがすぐわかるので、こういうアプリがいいですね。まあ寝てても過去の履歴が見れるので、まあこのカメラの方がおすすめです。一番多く捕まえたのは、まあ友達の水道屋さんがいるんですけど、そこのドバ、資材置き場の空きスペースに設置させてもらって、そこでまとめて給湯できました。まあそこはその水道屋さんの事務所の Wi-Fi をちょっと曲がりしてというか借りて、まあずっと見れてたので、もう夜中の3時ぐらいからですね、キヨッツォみたいな感じで来てるぞみたいな友達を起こして、で、今日の出まで回ってですね、事務所でちょっとずっと待機しておいて、で、日の出とともに、銃で撃つっていうことをやったんですけど、まあその時が一番捕まりましたね、キュートを捕まったんで。友達曰く、その捕まえた要因はカレーパンだとか言ってるんですけど、まあそれは関係なさそうですね。はい。
で、また銃の話ですね。銃を使ってネットに穴が開かないのですかって、開きます。まあ最初は分からなくてですね、ネット越しにこう打てたんですけど、まあ数が多くなりにつれてですね、破れる部分が多くなってきたので、まあ今はネットの上からですね、こうネットがあると思うんですけど、こうネットをこう、こう上からこう、越すようにして打つようにしています。で、前はこう、脚立の上から打ったりしてたんですけど、脚立は危ないし、まあ脚立を持っていくの、持っていくとですね、軽トラの荷台を独占してしまって、今は使ってないです。こうやってこうネットの上から打つと、まあ脚立もいらないし、で、その当時はですね、あのこうネットの下からしか入れないと思ってたんですけど、単管だとこう上、二つをポンポンと外せばこう上から行けるやん。で、こう、イノシシを引っ張るときはそのネットの下にこう潜らせといて、で、また外に行って引っ張るっていうことができたので、今までやっぱりこうちゃんとこう知識っていうのは大事なんだなって思いました。なので、皆さんも絶対脚立とかは使わないと思うので、まあこのやり方が一番いいかなと思います。あと、大きいイノシシがですね、かかってて、まあ、このような打ち方をすると、外す、まあ、私は外したことないと思うんですけど、外すと自分に突進してくるので、結構危ないと思いますので、まあ、ちょっと離れて、まあ、中央にいる時とか、もうこっち向かってきてるという状態で打たないと危ないですね。あと、こう、単管の後ろに隠れながら打つとかいう風にした方がいいと思います。イノシシがネットを破かないのですかっていうことで、すいません、これはさっき言いましたね。はい。破かれた時の補修はどうやっていますかっていうことで、同じ素材の紐で編むか、こう縫うというか、それか、ちょっと強度のある、結束バンドで結ぶっていう感じですね。それで、まあ破かれて、まあ、バンドで補修すれば、まあ次の日はちゃんとかかってたので、そこにピンポイントに行くことはほぼほぼないかなと。で、まあ外周が18メーターあるので、もう全く同じところを、昨日はここを破いたからここから行けるぞみたいな感じにはならないので、まあそこ辺は大丈夫です。で、この量の種類は何なのですか、網ですか、罠ですかということで、これは佐賀県の担当者さんにですね、昔聞いて、環境省の方に問い合わせてもらったところ、これは罠です。なので、罠免許さえあれば設置、捕獲が可能です。で、どう頑張ってもですね、理解できないうるさい人っていうのがいるんですよ。これは素材が網だから、網量の免許がいるんじゃないかみたいな。まあ全国にですね、販売すると。そういう、まあ、うるさいじゃないですね。うるさいと言ってはいけませんね。意見して、アドバイスしてくるご近所の方がいると思うんですけど、こういう方にですね、まあ、理解をしてもらうっていうのは結構大変だと思うので、もしそういう人が現れた場合は、網免許を取って、俺が目に入らぬかというぐらいですね、もう引導を見せるかのように、網免許を、見せて、もう、まあ、そうね、捕獲できるんやねっていうふうに思ってもらうようにするしかないかなと思いますが、これは罠免許です。もう市とか環境省に問い合わせて、それを横で聞いてもらうっていうのがいいのかなと思います。設置は一人でできますか？まあ私もちょっと正直やったことないです。まあ一人だと大変なんでですね、できなくもないけど、二人いた方が全然楽です。単管パイプを押さえるのもですね、直角に打ち込んで、まあこう、一人がこう支えといて、で上からこう発力で打つんですけど、その時にですね、水平器を使ってやったりとかするんで、まあ絶対2人いた方がいいでしょうね。そんな友達がいないとかいう人はいないと思うんですけど、まあ補助者を見つけて設置した方がいいと思います。で、この罠は逃げられないのか、これまで数多く逃げられました。下から潜ったりとか、ね、上からジャンプしたり破いて逃げたりとか、もういろんな失敗をして、今やっと逃げられないようになりました。その工夫があるので、作る人は作るんでしょうね、あのネットを。けど、まあ絶対に逃げられると思います。私は半年間、15箇所ぐらいですかね、に設置したので、いろんなこうやり方を変えてですね、だから7年、その半年間の15個分なので、まあ大体7年半ぐらい囲い罠をこう実験したっていうことになってるので、多分1個2個作ったところで、同じような成果に出ないと思います。はい、どれくらいの広さが必要ですか？さっきも言いましたけど、中心から半径5メートルに段差、石、切り株などがないような平らなところがいいです。最終撤収するときに、重機を横付けできたりとか、車が横付けできないと餌やりとか回収とかが大変なので、それくらいの広さと道ですねを必要かなと思います。はい、この罠はどんな構造ですかということで、全長18メートルのですね、ネットこう 横に18メーターですね、それをこうまあ丸くして下を絞っております。で、入るときは簡単に入れるけど、出るときはネットを踏んで出れないようになって、魚とかカニを捕まえる構造のものと一緒かなと思いますので、まあこれをですね、金網で作ると突進の衝撃で多分金網が変形するので、ネット式のようにはならない、変形するとですね、そこをこうもうめくり上がるってまた出ていくので、これがネットだとこうトランポリンというか、
ふわっとですね、ふわっと受け止めて、イノシシの年に耐えれるようになっています。打ち込みに使用している機械は何という機械のものですかという質問がありました。この機械は、ハスリキといって、石を砕くときに使う道具ですね。で、機械の先端をですね、単管パイプを打ち込みする用のアダプターに付け替えて、打ち込んでいます。機械は、そのハスリキですね、は機械は、15,000円ぐらいだったと思います。で、これを使わないでハンマーで叩いたりするとですね、叩いたところはこう、花が開いたように広がって、次もしアダプターをつけようと思ったらつかなくなったりとか、クランプをつけるときにそこをこう下げて設置しなくちゃいけないので、まあ余計出費がかかると思うんですよ、発力を使わないと。で、発力を使った方が絶対いいですね。で、これはいいと、もう悪いとも言えないんですけど、メイドインチャイナの発力はですね、まあ重くて重量感があるので、これがですね、打ち込みにぴったりなんですよね。で、例えば、まあ、6地域ぐらいバン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 打ち込んで、もう使わないと思ったら、まあ、メルカリで売ればそこそこの値で売れるんじゃないですかね。多分これからメルカリとかに発力とかバンバン出てくるんじゃないですか。他にもですね、まあ、バック法で機械を釣ってやる方法があるんですけど、これはもう重機を常に取り扱うような業種の方じゃないとなかなか扱いやすくて難しいと思います。まあ、以前、山口県の方で設置したんですけど、その時、まあ、たまたまそういう関係の人がいたのでできたんですけど、まあ、あれは大変ですね。大変やし、最低3人。なんかこう、楽なのに最低3人言う、さらに重機だ、機械を持ってこなくちゃいけないっていう風になるので、もうやってる人だったらいいのかなと思います。で、この罠の撤収の時、単管は簡単に抜くことができますかっていうことで、これはできます。先日、実際罠を一箇所撤収しました。で、その動画がこちらですね。ちょっとタイトルはまだ決まってないと思うんですけど、今ここに出ている動画をクリックしていただくと、かっこいい罠の撤収っていうのが見れるようになります。まあこの動画でも、説明してますけど、まあ重機で引っ張ったりとか、脚立にですね、こうパイプをこう横にして、で、パイプにチェーンブロックを下げて、ガチャ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 とすると、あ、でクランプを下、一番地面の高さまで下げてですね、で、そのクランプにチェーンブロックを引っ掛けてガチャガチャガチャとすると簡単に抜くことができます。打ち込むときのですね、先端にロケットをつけるんですけど、それはちょっと残ってしまうので、まあそれはもう致し方ないというか、100円、200円のものを地球に返すというか、そういう形になってしまうんですけど、まあそれだとまあ簡単に抜けます。まあそのロケットまで取りたいということであれば、打ち込むときに、ロケットと、単管を溶接または、ビス止めというか、なんかこうドリルビスみたいなので固定していく必要があると思います。で、イノシシ以外も捕まりますかということで、まあタヌキとかアライグマとかは登って逃げてました。返しを、今の商品は返しをつけてるんですけど、返しをつけるとアナグマとか、アナグマはもう返しもなくても逃げれなかったですね。で、返しをつけるとアナグマ、タヌキっていうのが捕獲はできます。アライグマは逃げてました。鹿は捕まりますかということで、鹿は捕まります。で、佐賀県がですね、すいません、鹿がいないので、鹿とかヌートリアとかいないので、ちょっとその辺は分からなかったんですけど、まあ、お客さんがですね、まあ、別でかっこいいの研究をされてるところがあるんですけど、そこは鹿が捕獲されました。で、そこで捕獲された鹿っていうのは、今かっこいい罠の横にこう横がネットになってて、返しもついてるんですけど、さらにその上に網をかぶせてるんですよね。それで捕獲ができたっていう形になります。ただこれはですね、箱じゃないんですけど、なんか扱いが箱罠になるらしいので、なんかその辺の免許っていうのが、まあ、免許はもう罠量で変わらないと思うんですけど、かっこいい罠じゃなくなってくるので、それもしさらに上にネットをかけようと思う場合は、住まいの市町村にお問い合わせをお願いします。大きさと高さはどれくらいですかということで、円周がですね、18メートルあります。で、直径が約6メートルです。補助杭まで入れると、まあ、直径9メートルですね。で、ネットの高さは、1.5 メートルです。草刈りとかですね、管理をしやすくするために、まあ、直径10メートルぐらいは必要になってくるかなと思います。設置は依頼できますかということで、あの動画を、見てると、まあ、きっと設置はできます。で、数年後とか、まあ、さっきも言ったみたいに石が多かったとか、柔らかくて逃げ、どんなに頑張っても逃げられるってなった時に、やっぱり自分で移動できないといけないので、できるだけお客さん自身で設置した方がいいと思います。で、一応設置はできます。で、例えば、さっきも言ったんですけど、まあ、関西方面とかでですね、設置2、3箇所、まあ、こっちも設置してほしい、あっちも設置してほしいっていうお客さんが、溜まってから行くように、まあ交通費は皆さんでこう割り勘できるようにですね、なるだけ安くなるようにします。っていう感じで、まあほぼほぼ私が設置できないと思ってもらって、この動画を見ながら設置してもらうっていうのが一番いいかなと思います。はい、パイプはどれくらい埋めるんですかっていうことで、私は 2.5 メーターの単管パイプを1メーター埋めて使用しています。で、まあ硬くて入らなくて50センチしか入らないっていう時もあります。で、それがですね、2、3本続くと、イノシシの突に耐えきれず、こう、なぎ倒されて、こう、内側に、こう、わーって倒れてくるんですよね。そんな時は、こう、円を最初に動画で見てもらうと書くんですけど、半径3メーターの
円をこうスプレーでビャーって書いてくるんですよね。そこの、まあ、こうポン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 と10箇所をこう打ち込んでいくんですけど、最初に書いた円からですね、ここが入らないってなったら3、40センチずらして、そこに打ち込みして使用するっていうこともできます。でそれでも打ち込めないときはですね、もう設置場所を変えるしかないですね。これをですね、内側とか外側とかに動かすとですね、そのネットの、外周っていうのは決まってるので、まあ、内側にする分はいいと思うんですけど、ちょっと外側に打ち込んだりすると、こうネットが届かなくなったりするので、その辺は注意して、まあ、円の線の中、線の上になったら移動できると思います。なので、こう打ち込むときにですね、こう、脚立の高さの上限もあると思うので、2.5 メーターのパイプがいいと思います。で、3メーターでもいけると思うんですけど、かなりぐらつくし、多分打ち込めないと思うので、まあ、おすすめは 2.5 メーターですね。単管パイプも最近の、値上げでですね、上がっているので、私はコメリで単管パイプ1本1000円で買ったんですけど、今1500円ぐらいしますからね、なんかこんな 1.5 倍までなるかっていうぐらいになってるので、まあ、あの時試験の時にいっぱい買っといてよかったですね。はい、イノシシを大量に捕獲したら取れなくなりました、ということで、設置しているエリアのイノシシを全部捕まえた可能性があります。まあネットの劣化を防ぐのとですね、餌付けのためにもネットは回収していいかもしれません。いっぱい取るとですね、ほんと取れなくなってしまうので、もうほんといなくなっちゃうんですよね。で、そういうことが起きてしまうので、やっぱりこう何箇所か、設置する場所を決めてからネットを回すっていうのが一番いいやり方かなと思います。ネットの大きさを変更できますかっていうことですいません。今のところネットの大きさっていうのは変更できません。小さくするっていうのは、皆さんがこう結んだりするといいと思うんですけど、内側の餌を置く踊り場というか、入った後のスペースがこうちっちゃくなってしまうので、正直これをちっちゃくするとどうなるかっていうのはわからないので、私はお勧めできません。はい、商品は返品できますかっていうことで、はい、届いた時点で破れていた場合は返品可能ですけど、あ、これやっぱり設置できないとかですね、捕獲後すぐ破られたとかいうことでの返品はできません。もう事前にもう全てを説明していますので、最初に破れてたとか、これはおかしいとかいうこと以外はもう絶対返品はできないと思っていてください。傾斜地ですが、設置できますか？設置はできますけど、なるべく平らなところがいいです。元田んぼとかですね、もう水を張ったらこう、水が流れていかないぐらいな感じの平らなところがいいです。ただ田んぼだとちょっと柔らかいですかね。まあ、そういうところは最初に重機で踏み固めるとか、石灰を撒いて土をこう固めるとかですね、そういうことをやってから設置した方がいいと思います。一番いい設置方法は、ということで、一番いい設置方法は1枚のネットを3箇所4箇所で使い回すことですね。さっき動画の最初でも言ったんですけど、もうそれが一番いいです。1枚のネットさえ買えばですね、もういろんなところで設置できると、なんかこう箱罠より簡単なものって思ってもらった方がいいかなと思います。ちょっと単管パイプを刺すっていう手間はいるんですけど、捕獲テクニックということで警戒心が薄いっては言ったんですけど、まあなかなかですね、眺めてるイノシシとかが発生してくるんですよね。後々こうネットを上げてたらこう入ってくるけど、ネットをですねちょっとでも避けるとやっぱこう入りにくくなるというか、いう風になってきたりするので、ワイヤーをですね、内側にこう絞ってるワイヤーがあるんですけど、そういうものをですね、こうロープなどでめくって餌を巻いて、まずは全部上げます。全部ネットを上げます。まず全部ネットを上げてから餌を巻いて、で食べたらネットを下ろします。ワイヤー、内側にワイヤーがあるんですけど、ワイヤーを内側の杭にかけます。でネットのですね、裾ですね、一番下のところだけもう床に触れるか触れないかというか、向こうまで見えるぐらいまでしといて、イノシシが入ってネットを踏んだ拍子にポトポトポトっていう感じで落とすっていう手もあります。まあそれはちょっと動画ですね、一番最初の囲い罠設置の第1回のやつを見てもらうと、じわ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 ネットが下がってるっていう風になってるので、そういう風な設置の方法もありっちゃありですね。ここからですね、私の失敗ということで、まあ絶対これをやっとかないと失敗するよねっていうのは、まあ数々、まあ逃げられた失敗っていうのをお話ししたいと思います。単管のクランプですね、これをしっかり締めておかないと、まあ、衝撃でですねパカッとこうクランプが外れて、まあ、イノシシが逃げたりとかですね、ここのクランプ自体を単管にしっかり結んでおかないと、こうイノシシのかネットにこう乗ったりするとですね、これずっと下がってくるんですよねまさかこっちが下がると思ってなかったので、それでこう、まあ、簡単に、まあ、それが 1m20cm ぐらいまで下がっちゃってこう飛んで逃げたとかいうのがあります。で、まあ、餌を入れるときはこうクランプをパンパンと外して入るんですけど、そういうところ以外はもう針金で結んでおくとかしとかないと、まあ、あとここはしっかり締めるっていう意味ですね、にしておかないと、まあ、そういう失敗が起きます。忙しくて次の日とかですね、カメラがもう通信ができてないとかいう時に、大やっぱりでかいイノシシが入ると破かれますね。あと、まあ私じゃないんですけど、まあちょっと他の人の土地を借りてて、まあもうその人がですね、善意で草刈りをやってくれてるんですよね。もうほんと草刈りしたことある人はわかると思うんですけど、もうほんとギリギリまで攻めたいというふうになってきてですね、
草刈り機の刃でやられちゃうんですよね、ネットを。なのでもう絶対あの他の人の土地に仕掛けるっていう時はここの管理を全部私がしますっていう風に言って、もうなるだけなるだけあのもう裾を上げて草刈りをする。まあ草刈り本当はしない方がいいです。草刈りしなくてもう除草剤かけた方がいいです。もう周り全体にですね、車からそのネットの外周までですね、と下内側除草剤をかけた方が管理しやすいですという感じですかね。まあ第1回の、まあ、いろんな質問に答えてみたというか、デメリットメリットデメリットを答える回になりました。ちょっとまあいろいろ話が前後したと思うんですけど、まあ、かっこいいガナの聞きたいことっていうのは皆さん聞けたんじゃないかなと思います。かっこいいガナの疑問は解決しましたでしょうか。まあざっくりまとめるとですね、箱罠でもくくり罠でもどうしても取れないイノシシ向けの罠です。でもですね、この囲い罠さえあればどんなイノシでも取れると思います。もちろん 100% ではないですけど、さっき言ったみたいにネットをちょっとだけ上げてやるとかですね、そういったそれぞれ囲い罠を工夫して捕獲するっていうのも必要になってくるかなと思います。まあ、もし私が土地があって新規で罠をかけるってなったら、お金のことはちょっと考えないとしても箱罠ではなく囲い罠を設置すると思います。まあ少し、ただですね、少し遠かったりとか人目につかないようなちょっと管理しにくいところは箱罠を使用するっていう感じですね。まあ本当箱罠もくくり罠も犬猟も囲い罠もやって、この囲い罠をおすすめするというか、まあやりやすいですよね。まあ本当警戒心がなくて入ってくるので、まあ楽しみたいとか本当に駆除したいっていう方にこの囲い罠をおすすめします。もしですね、まあこんな感じで続編を取れるくらい質問がたまったら、まあ、あとこんな風に捕まりましたっていう話題ができたらまた続編を取りたいと思いますので、ぜひ質問をお待ちしております。まあ本当長々と何分から撮影してるんですかね、これは。もう49分か。まあ多分編集したら30分くらいになってると思うんですけど、まあ最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とかですね、グッドボタンをお待ちしております。まあそれが私の動画を作る励みになりますので、次の動画でお会いしましょう。今日はありがとうございました。